ゾーンに入ってる。ああ、大阪ゾーンですかね。山口が強引に練り込んでいた。ミスマッチをしっかりと逃さなかったですね。少し北海道の攻撃が、あ、そして逆にスティールした。ミスマッチになっています。ダンク。これはまたあの一般のセンターの人と違うような形、ロブパスをしっかりと有効に使うとか、そういう使い方が求められるんですけど、今ちょうどそれがミートしつつありますね。ニューベル3ポイント立て続けに決まっています。2人ついていますが、ハレルソン、ニューベルに一旦戻します。前にボール行くのが早いので、ね、結局止まってもやっぱりプレッシャー、スピードのプレッシャーは非常に相手にかかってますよね。ここがミスがありまして、葛原がプッシュしていきます。早めに打った3ポイント決まりました。ブザービーター。トップの位置からのスリーポイント、これを沈めていきます。はい、中野に対して中村のこのプレッシャー、ここは名誉ダンクを決めています。高島がついていますが、田島、名誉、ハレルソン、ディフェンスをします。名誉選手を抑えられないですね。そうですね。隅野はそのまま残っています。高島が下がっています。強い、もう気持ちが乗ってる感じですね。そうですね、ここですよね。14点差まで詰められました。ダブルチームでニューベルに行っていますが、そしてスティール成功。メインオンダンク、今来たの我慢ですね。能力のパス、メインを決めます。北海道の攻撃が連続して決まっています。点を取れば問題ないんですが、ここに来てやっぱりニュービルです。苦しい時のニュービル。田島仕掛けてまだあります。ウィリアムズの左利きさん、45度スリーポイント逆転。北海道ついに逆転しました。8秒7秒。はい、この選手気をつけないと。田島、2秒、どうするか。打った、スリーポイント決めた。北海道大逆転勝利。